こ分かれ道だから。セフィロスのせいなんだろう。うん、あの人は悲鳴なんて気にしない。何でもないけど、かけがえのない日々、喜びや幸せなんてきっと気にしない。大切な人なくしても泣いたり叫んだりしない。セフィロスが大事なのは星と自分。守るためなら何でもする。そんなの間違ってると思う。星の本当の敵はセフィロスだから止めたい。それをクラウドに、みんなに手伝ってほしかった。このみんなが一緒ならできる。この壁は運命の壁。入ったら、越えたら、みんなも変わってしまう。だから、ごめんね。引き止めちゃった。迷う必要はない。セフィロスを倒そう。